これなに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 猫。And now for something completely different. It's デブ院長の持ってないサックス。
はい、皆様こんにちは、こんばんは、本日は竹蔵くんとお届けしております。こんばんは、にーし。というわけでね、今回お届けしましたのは、またいつもお世話になっております、二重奏楽譜専門店デュオデュオ様からの、新曲ですね。これを録音したときは新曲だった、新曲の2曲を、続けてお送りいたしました。1曲目がオーシャンゼリゼで、2曲目が、スタンドバイミーとね、やりましたけども、まあ何ですの、まとめて2曲メドレーにしないで1個ずつ別の動画にすればね、数稼げるのになとか思いつつもね、まあなんか2分半ぐらいの曲やって、その後に15分とか喋るのにこう心苦しいものがありますんで、の2曲一緒にやってるわけでありますけども、とりあえず1曲目をお届けしましたのがオーシャンゼリゼって曲ですね。軽やかで素敵な、いかにもフランスといった感じの曲ですね。オフランスな曲です。で、まあ、シャンゼリゼ通りのことを歌った歌ですけど、まあなかなか軽薄な歌詞がついておる、曲なんですけども、でこれ皆さんこの曲ね、シャンソンかフレンチポップかなんかだと思われてると思いますけども、僕もそう思ってましたけども、ね、ここで喋るネタをね、なんかないかなと思って調べてたら、なんとなんと、このオーシャンゼリゼってね、イギリスの曲なんだそうです。イギリス人が書いた曲ですね。で、イギリスのロックバンドが1960何年だかに、ウォータールーロードっていうタイトルで、歌ったのが元々の始まりだそうですね。でまあ、いい曲だってんで、フランス人が、私がフランス語訳してカバーして歌おうと、いう風になった時に、このウォータールロードってまあ実際のイギリスの地名なんですけど、これフランス語読みするとワーテルローなんですね。ウォータールっていうのは、ワーテルローってのはまあ皆さんご存知かと思いますけども、一旦失脚して復活してきたナポレオンが再起をかけて戦いに挑んだんだけども、他の国が寄ってたかって連合国になって、ボッコンボコンにナポレオンをやっつけて、そのままナポレオンは島流しになって亡くなってしまったというワーテルローの戦いっていうのがあったんですけども、そのイギリスのね、ウォータールーって地名自体がそのワーテルローから取ってるんですね。で、あんな明るい曲調で、ナポレオンがボコボコになった戦争の地名をね、歌にするっていうのはフランスではちょっととてもじゃないけど発売できないわということで、まあそうでしょうね。日本で言えば203高地とかがね、明るいポップスのタイトルになってるみたいなもんですから、そんなこんなで、ウォータールーロードってウォータールー通りのをフランスのシャンゼリゼ通りに置き換えて、フランス人がフランス語でカバーしたということです。これが世界的な大ヒットになりまして、いかにもシャンゼリゼ通りの歌として世界中で有名になってしまったんだけど、実はなんとこの曲はイギリス人が書いていたんだよということですね。まあ、今回僕これが一番驚いたんですけども、で2曲目をお届けしましたのがね、スタンドバイミーですね。まあ有名な曲ですね。これもね、スタンドバイミーっていう曲、1961年にベイン・キングさんという方がね歌って、まあ、ヒットしたわけですけども、それがね1986年にスタンドバイミーって映画がありまして、これが大変ないい映画ということで、そのテーマソングということで、このスタンドバイミーが再発したら、これがまたもっとヒットしちゃいまして、そして今やもう世界で、なんだかな、世界で7番目に売れた曲らしいですね。このスタンドバイミーっていうのは、まあそうらしいんですね。まあ1986年のこのスタンドバイミーっていうのが、まあ、大変なヒットをしたわけですね。大変ないい映画ということで、でまあ当時僕が小学校6年か中学1年かそれぐらいだった頃だと思うんですけども、まあ僕も見たんですよ、この映画。覚えてます、この曲、この映画とこの曲ね。ただね、この映画自体何も面白くなかったっていう記憶がありますね。落ち着いて考えてみたらね、大人になって少年時代の思い出を思い返しながらノスタルジックな気分になろうっていう映画なんですけど、当時現役の少年時代だった僕には何の金銭にも触れることなかったですね。それがスタンドバイミーって映画でしたけども、まあこの曲ね、スタンドバイミーはコードネームを4つ覚えたらギターで弾き語りができるんで、まず一番最初にね、ギターをジャカジャカ鳴らし始めたらね、最初に弾く曲だったりしますよね。で僕もそのギター弾いて歌歌ったりとかしてたことありますけども、一番最初、生まれて最初に1曲ちゃんと通して弾いて歌ったのはスタンドバイミーでした。
まあそんな感じでね、とね、まあすごい勢いで2曲紹介してまいりますけど、実はこの後にね、もう一コーナー設けてありますから、いよいよ復活いたします。極めてごく一部の方だけが期待して待っている、ガンプラコーナーですね、今日から復活いたしますので、この後、お時間のある方はごゆるりとねお楽しみいただけたらと思います。今回はね、箱を開けて中身確認するところぐらいまでしかやらないと思います。まあこれから編集するんですけど、まあだいぶある程度ね作って、そろそろ目処が立ったからこうやって再開するんですけども、結構膨大な量になりそうな感じがありますんでね、今後にご期待くださいということで、本日は、なんだもう教えちゃったな、オーシャンゼリゼと、スタンドバイミー2曲メドレーでお届けいたしました。次回もまたお楽しみに。にゃん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 。はい、皆様お待たせしました。ごく一部の人だけが楽しみにしているガンプラコーナーです。ということで今回から新しくね、新しいキットを作っていこうかと思っておりますけども、今回買ったキットはこちらになります。でーん、この辺に多分写真が出る、MG ガンダム、バージョン 3.0 ってやつですね。こちらのキットは2013年にね発売された比較的新しいキットであります。このねガンダムはまあ主人公機ですんで、もういろんなバージョンのいろんなタイプのガンダムが出てるんですけど、このバージョン 3.0 はですね、どういう、デザインかと言いますとね、2008年だか2009年だかにお台場に等身大のガンダムができて非常に話題になったということが、まあ、記憶に新しいかと思いますけど、そのお台場の等身大ガンダムをまんまコピーしてプラモデル化したのがこちらのバージョン 3.0 になるわけですね。で実は私もね、お台場まで、当時は僕奈良県に住んでたはずなんですけども、そうでね、でそこからわざわざ東京のお台場までこのガンダム見に行ったものです。でその時いっぱいたくさん写真撮ってきたんで、ちょっとこの辺に出してみようかしら。わ、まあ、こんな感じでね、こう多分ね、こう写真を出してますけど、これ僕が撮った写真なんですけども、こんな風にお台場でできたガンダムが、あなたのご家庭でも楽しめるというコンセプトでできておるのがこちらのですね、バージョン 3.0 ですけど、これはね今後作っていこうかと思います。でちなみにね、調べてたんですけども、初心者におすすめしないガンプラベスト5かなんかの2位に入ってましたね、このバージョン 3.0 が。でね、まあ僕もちょっとこれ自分で作れるかな、初心者におすすめしないって書いてあるんだけどって言ったら、嫁がね、あんた初心者じゃないでしょって言われてしまいました。まあ落ち着いた感じで、そこそこ作ってますから、サックスとかでもそうですよね、めちゃめちゃ老けてるのにはもう僕初心者だからとか言ってるやつ、ちょっとね、思うんだけど、まあ同じようなことを、僕も言ってたなと思ってちょっと反省しとるわけですけど、まあ余計な話でした。ではね、早速まず今回は箱を開封するところからちょこっとだけ色を塗るところまでやります。この先多分第5回から6回ぐらいで収めたらいいかなと思うんですけども、まずは、箱の開封から始めていきたいと思います。ではどうぞ。さてさて、それでは箱を開封していこうかと思います。まずちょっとパッケージをじっくり見ていきましょう。MG ですね、マスターグレードの MG です。 3.0 です。RX78-2 ガンダム、つまりね、アムロ君が乗ってるね、いわゆる僕らがよく知ってるあのガンダムって2号機なんですよね。1号機は破壊されちゃったんですよ。で偶然、居合わせた少年アムロ君が、乗り込んで活躍したのは2号機であるよということで、まあ、ちょっとここの機会に覚えといてください。で、まあ、箱をずらっと見てきます。まあ、いろいろかっこよい写真が書いてあって、いやが王にも、早く完成させたいなという気持ちをそそりますね、こういう箱の絵はね。まあ、そんなことでね、開けていきましょうかね。はい、さてさて、開けましたけども、まずはなんだな、こうキットがいっぱい入ってます。いろんな色の、
キットが入ってるんですけど、このシールがあって、これ色プラみたいなのと、グレーのと、あと白いのが、この白がまたね、ちょっと薄いグレーからちょっとと暗い白から明るい白までね、白だけで結構いろんな色のパーツがあるんですね。あの要は白いところが一面全部真っ白じゃなくて、こうグラデーションになってるんですよね。だからそれで面のこう情報量が非常にこう豊富に見えるような感じの作りになっております。しかし部品の数ほんま多いね。なんかね、これちゃんと完成させられるかな、不安になってくる部品の数ですね。しかもこれ組み合わさって、これがガンダムの形になるのかどうかすら怪しいですね。はい、で説明書を見ていきます。まあわーいっぱい説明書にも、まあ後でじっくり見るとして、こうねペラペラペラとめくっていきますけども、あ、こういう設定資料とかねじっくり見るの好きですね。あのなかなか楽しいです。そういうことで、開封していきました。さあこれからこれをね頑張って作っていくことになるわけですけども、まずね一番最初にやるべきこと、これはね前回のザク作った時でも同じでしたけど、一番最初にやるべきことはね、僕はもうこれと決めてるんですけどもね、何かと言いますと、はい、はい、これですね。あの見たらわかると思いますけど、アムロくんですね。あのアムロくん人形がね、ちっちゃいのがと立ってるのと座ってるのが2パターンですね。これあのこう後で話しますけど、これ座ってる、コックピットに座ってるタイプのアムロ君が2人分必要なんですよ、このキットはね。そういうことでね、まずこちらを色塗っていこうかと思います。こういう細かいものを塗るときはね、あの前回もねお話ししましたけど、この割り箸の先にねくっつける、これ両面テープであの貼っつけてるんですけども、こういう形でやるとこう指に塗料がついたりとか指紋がついたりとかいうことなくて、便利ですね。はい、そして、根性を振り絞りまして、アムロ君の塗装が完了しました。遠目に見ればちゃんとアムロ君に見えるかなと思いますね。で、こちらが座っているパターンのアムロ君とちょっと並べてみましたけど。でね、先ほども言ったように、このね、座ってるアムロ君が2人必要なんですよ。で、何かというとね、あのこの後で作っていきますけども、あのコアファイターのコックピットに座っているアムロ君ですね。そちらがあるんですけども、で、この、こうコアファイターをね展示している時にガンダムの中にいるアムロ君がいないですから、コアファイターに座っている用アムロ君とガンダムの中に座っている用アムロ君で2人必要なんですね。というわけでね、3倍の根性を出して、塗り上げてみました。さてさて、続きまして一番最初にねこのコアファイターを作っていくことになるんですけども、まあ、だいぶちょっと時間ここまでかかってますので、実際の制作は、また次回のお楽しみということで、今回はこれぐらいにしておこうかと思います。次回もまたお楽しみ。バイバイ。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。ではまた。